皆さんこんにちは、バイオレットエヴァガーデンです。私の仕事の暴言を見たかもしれませんが、今日のお客様が最後の瞬間に気が変わってオーダーをキャンセルしてしまいました。ですから今日はちょっと暇で Vlog をしたいと思いました。まずは紹介をしてさせてもらいます。バイオレット・エヴァガーデンと申します。14歳です。両親は知りません。戦争で戦死でした。その時はいつも少佐に世話にしてもらいました。少佐はとても大切な人です。でも少佐を失ってフライデンに来ました。ここは今自動式人形サービスをしています。自動式人形サービスとは、人間の肉声を文字として書き起こせるドールです。人が話していることを手紙に書きます。人が話していることの中から伝えたい心をすくい上げられないならのでは、ドールの意味がありません。以上で私の自己紹介でした。今日はとても天気がいいから、一緒にフライデンの街を散歩しませんか？フライデンの中はたくさんの面白い店があります。例えばこのジュエリーはとても綺麗です。これを見るのが好きだけどですけど何も買いません。実はジュエリーなら私はこのネックレスだけが欲しいです。このネックレスを少佐からもらいました。私はライデンに住むのが大好きです。ライデンはヨーロッパの最も古い町の一つですよ。オランダの歴史における多くの歴史的出来事において、この都市は 大きな役割を果たしました。第二次世界大戦中はフライデンの町は被害を受けましたが、それでもとても綺麗な町です。ライデンではシーボルドハウスという爆発感があります。今工事中です。これが大連大学の公園です。私はここに散歩するのが好きです。いつもとてもリラックスします。何か書いてあります、日本語で。でも何と言いますか、東京の東ふつきかばわかりません。こちふくば匂い起こせよ、梅の花あるじなしとって春な忘れそうあ、読むのはちょっと練習が必要です。じゃあ頑張りましょう。これからです。古い街を歩くのがいいな。実は来年はヨーロッパの大学の一番古い大学があります。この大学では
日本語学校の学部があります。そこで日本の国語や歴史や文化を修学できます。私も将来修学しようかなと思っています。この広場では大きな教会があります。では今日はちょっと洋服を紹介したいと思います。この服はほぼ毎日着ています。これは私の仕事用の洋服です。これは自動式人形サービスの洋服です。これはロングドレスとジャケット、靴は毎日ブーツを履いてます。私はこのブーツが大好きです。で、髪型は三つ編みを2つまとめます。こんな感じです。これはプロフェッショナルヘアアレンジです。ちょっと難しいですけど、自分で練習して絶対にできます。これは仕事用のスーツケースです。これはお客さんが私を頼んだら、これを私の荷物を持っていきます。この中は全部の私の荷物です。服、化粧品、タイプライター、全部は持っていきます。ではそれ以上です。仕事以外はほぼドレスを着ています。でもそれは次を見せます。自動式人形サービスバイオレットエヴァガーデン、お客様のお望みならどこでも駆けつけます。そしてこれは日傘ですね。これは特別なものです。これはお客様からもらいました日傘です。お客様の娘の日傘でした。これはとても大切にします。よく使っています。どうですか？では